皆さんこんにちは。今日は秋メイクをやってみました。今回は第1弾なんですけど、少し濃いめのベージュメイクになってます。大人っぽいんですけど、やりすぎてない感じもあるので、普段メイクにもいいかなと思います。ちょっと最近ベースメイクを変えようと思って新しいものを使ったりしてるので、気になる方はぜひチェックしてみてください。それでは秋メイクスタート。ではメイクしていきます。最近ベースメイクをねちょっと変えたいなと思って、こちらを買ってみました。ビムのキープコンフィデンスプライマー、マリリンさんプロデュースのビムもすっごく気になっていたので、ちょっとデビューしちゃいました。こんな感じで細めですね。でこれがポアプライマーになっているみたいなので、毛穴が気になるところに塗っていきます。やっぱりここの頬のところと鼻のところはすっごく気になるので、ここを中心にのせていきます。これをつけてもう何回かメイクしてみたんですけど、確かにこうつるんとする感じがありました。特に鼻の毛穴とかがすごいよく見えるなって思いました。やっぱりね、なんか暑いし、ちょっと毛穴の開きとかもね気になるので、ね、まだ暑いですよね9月になったからとはいえ、だからこういうところの毛穴の開きとかにすごいいいなと思って、これ買ってからね毎回使ってます。ちょっとここの顎あたりにもつけとこう。で、そしたらエクセル使います。これもね結構好きでめっちゃ使ってますね。これを全体にのせていきます。朝起きたらとりあえずこれをね塗ってます。これをね使うとすごいツヤ肌になるし、これもなんか肌が綺麗に見えるんですよね。ツヤンとしてくれるので、なんか自然に肌を綺麗に見せてくれる、ツヤやかにしてくれるので、めっちゃ気に入ってます。で崩れにくいかなって思いますね。これつけててなんか変にギトギトしたりとか、そういうのは感じたことないかな。しっかり潤いもあるからめちゃくちゃねいいんですよね。そしたら今日はティメージのコンシーラーパレット使います。まずはここのオレンジ色のカラーでクマを消していきます。なるべく薄く伸ばしていくような感じで使っていきます。めっちゃすごくない？これちょっとしかつけてないのにめちゃくちゃ綺麗なんですよね。ほらちょっと見えないけどすっごい綺麗。これもなるべく薄く伸ばしていきます。最近本当ベースメイクが悪くないんだけど、なんとなく変えたいなと思って、でなるべく薄くつけて厚塗り感がないような感じだけど肌が綺麗に見えるようにしたいんですよね。今までもそんなに分厚くは塗ってないんですけど、でなんかねやっぱちょっと花粉が最近やっぱすごくて、花粉でなんかね肌の調子も良くないんですよね。くしゃみもすごいんですけど、目がめちゃめちゃ痒いんですよ。特にこっちはすぐかぶれるから困るうん、めっちゃ綺麗やっぱり。でそしたらここの濃いカラー、これでニキビ跡を隠していきます。顎とかもねちょっとニキビほどまではいかないんですけど、ちょっと出来物ができたりとかするので。で明るいカラーで口元を隠していきます。明るいのと暗いの混ぜながら、はい、こんな感じ。もうこれだけでもさめっちゃ綺麗だよね。肌が綺麗な方はこれだけでもいいと思う。うん、いい感じです。めっちゃアラが隠れた少しだけファンデーション塗ります。まあ、ファンデーションって言っても BB エッセンスなんですけど、こちら塗ります。これも本当に毎日使っててもめっちゃ汚いんですけど、やっぱりね花粉で肌が荒れがちなので、これは結構手放せないだけど、ファンデーション自体もちょっと変えたいなって最近思います。そろそろ乾燥とかもしてくるようになってくるから、もうちょっと保湿力があるやつも使いたいなって思ってて、今ね RMK の新作のクリームファンデーションもねすっごい気になってるんですよね。ちょっと使ってみたいどうですか、気になります？あれやってみようかな。この BB エッセンスもなるべく薄く伸ばしていきます。もうつけてんだかつけてないんだかぐらいでいいかなと。なるべく中心のところにのせて、それを薄く伸ばしていくような感じでつけていこうと思います。はい、ファンデーションはこんな感じです。ツヤもあるような感じで仕上がってます
そしたらパウダーはウォンジョイを使います。これはねいつも通りです。これはもう大好きなんですよねでこれをまた薄くつけていきます。このパウダーは本当に毛穴とかも綺麗に見せてくれるからたっぷりね塗りたくなっちゃうんですけど、なるべく薄くつけて厚塗り感がないようにしていきます。やっぱねパウダーが多くなってくるとパキパキ割れてきたりとか分厚いなっていう風に感じるから、なるべく薄くねつけたいですね。はい、ベースメイクこんな感じです。すっごくナチュラルで薄付きなんですけど、ちゃんとねしっかりカバーされてます。ツヤ感も少しね残ってますよね。動画で初めて使ったこのビムの下地、これもねめっちゃいいですね。つるんとした感じにしてくれるから毛穴で悩んでる方にすごくいいなって思いました。で皮脂崩れ防止とかにもなるみたいなので、まだまだ暑いから今の時期にもねすごくいいかなって思います。さすがですで今日ね本当はもう一個使いたかったんですよ。こちらケイトのスノースキンベースのスノーイエロー、これもね新しく買ってみました。カラー下地も使いたいなと思ってこれを買ってみたんだけど、イエロー系はね初めて買ったの。こんな感じのパッケージですね。次のメイク動画で使っていこうと思います。秋メイクを何個かやってほしいっていう風にリクエストもいただいたので、ちょっと何個かやってみたいなと思います。じゃあ眉毛は今日はパラドゥを使っていこうと思います。ちょっと明るめのブラウンですね。髪の毛がまだちょっとピンク味が少し残ってるんですけど、今日はブラウンの眉毛をね作っていこうと思います。眉マスカラもパラドゥを使っていきます。同じカラーです。少し明るくしようかな。こんな感じです。そしたら今日はこちらイヴ・サンローランを使っていきます。私の動画でイヴ・サンローランが出てくるのってめちゃくちゃ珍しいですよね。そうこの間ななみんに誘っていただいて新作発表会に行ってきました。その時のお土産を今日はね使わせていただこうと思います。めちゃくちゃね可愛い新作ばっかりで、他にもリキッドチークとかリップをいただいているんですけど、今日はねこちらのアイシャドウを使っていこうと思います。中身はこちらです。710番。もうさめちゃくちゃ可愛いよね。輝きがすごい。デモンストレーションでメイクを見せていただいたんですけど、すっごく可愛かったのでちょっと参考にしながらもやっていきたいなと思います。でまずはこちらのマットブラウンを使っていきます。これを全体に薄めにのせていきます。はい、こんな感じ。そしたらこちらのパールのカラーを使っていきます。これも薄めにのせていきます。この馴染みのいいカラーがねめちゃくちゃ綺麗ですよね。普段メイクとか毎日メイクに使いやすいです。そしたらこちらのラメカラーを使っていきます。こんな感じのキラキラのカラーです。かわいいこれをブラシで少し高い位置からのせていきます。黒目の上に伸ばしてそれを左右にぼかしていきます。目を開けたところぐらいからキラキラして見えるので、すごくツヤツヤキラキラして見えるみたいです。目を開けた時にこのキラキラも見えるのがすごいいいですよね。そしたらこの濃いカラーで軽くラインを引いていきます。はい、こんな感じで今日はねちょっと低めに描いてみました。アイライン引いてからねまた調整しようと思います。アイラインはキャンメイクで今引いたところをなぞるような感じで引いていこうと思います。最近はずっと黒目の上までだったんだけど、ちょっと内側までがっつりね引こうと思います。
ちょっと今日は下ラインはねいつも通りな感じなんですけど、上のこの跳ね上げラインのとこ低めにしたり、アイシャドウでぼかしたりしてみました。なんかねやっぱ秋ってスモーキーっぽくしたくなりますよね。だからちょっと濃くしてみた。そしたらねマスカラなんですけど、マスカラ下地もね新しいの買いました。ケイトのラッシュマキシマイザー HP2.0。 これもね何回か使ったんだけどめちゃくちゃいい気がする。しっかりキープされる気がします。白半透明なカラーに黒繊維が入ってます。はい、アイメイクはこんな感じです。そしたらフェイスパウダーをもう一回塗っていきます。ブラシにとってこの目の下あたりをさっきのアイメイクを取る感じもありつつ、ここら辺はよりセットしていくような感じでもう一度塗っていきます。そしたらシェーディングは最近のお気に入りのビセを使っていきます。これをまずローズシャドウで入れていきます。で全体にも入れていきます。そしてチークはねちょっと目新しくはないんですけど、こちらセザンヌの02番を使っていきます。これをさっきのブラシでちょっと高いところ、頬の高いところからのせていきます。今日はベージュ系のねメイクなので、ベージュ系のチークをほんのりのせたいなと。で上の方からのせていく。こんな感じでほんのり血色が良くなるような感じ。上の方高めの位置につけてみました。で鼻のところにものせていきます。ここはね最近毎日のせてる鼻先のとこですね。かわいい。このセザンヌのねチークって本当に大好きで、このカラーはブラウンっぽい感じなんだけど、ちゃんと血色もね出してくれるのがめちゃくちゃいいなって思います。秋メイクにぴったりですね。でそしたらハイライトはこちらオニューナグリントを使っていきます。01番のカラーですね。これすごく気になっていて、ちょうどね店頭で見かけたので、試しに買ってみました。これをブラシでのせていきます。やば、めっちゃ綺麗。これやばいね。で、鼻のところと鼻先。おお、おめっちゃ綺麗。鼻の側面と目の下のところ。ここにも乗せていきます。ここがね、ツヤツヤしてるとすごい綺麗に見えますよね、肌がね。かわいいわ。でそしたら今日も組み合わせて使っていきます。今日はねこの2色を使っていきます。ケイトのクリアトーンの03番とマックのポッシュピット、こちらをね使っていきます。まずケイトを全体に塗ります。そしたらポッシュピットを内側と唇の高いところにのせていきます。はい、こんな感じです。めっちゃ可愛い。これもやっぱベージュ系だけど血色感のあるカラーってすっごい可愛いですよね。この2つはねがっつりベージュ系ではないんですけど、肌なじみのいい血色感のあるベージュ系とかローズブラウン系のカラーなので挑戦しやすいですよね。なんか手軽に秋っぽくできるかなって思います。はい、ということでメイク完成しました。こんな感じです。はい、ということでセットもしてきました。こんな感じです。今日は秋っぽくしたかったので顔周りと前髪ぐらいだけちょっと軽く施しました。であとはウェットにしてまとめてみました。
今回はベージュ系をたっぷり使って、少し濃いめな感じのアイメイクにして、あとはちょっと血色のいい感じにしてみました。で、眉毛はちょっと薄めな感じですね。ブラウン系ベージュ系で薄めにしてます。最近はちょっとやっぱり眉毛が薄めというか、あの主張しすぎない感じがいいのかなって思います。今回のね、ベースメイクもめちゃくちゃいい感じ。今回は使うもの変えたっていうのと、あとアイメイク終わった後にここにもう一回パウダーをのせたんですけど、それがね、結構本当にいい気がする。よりね、しっかりセットするような感じがあるので、崩れにくいかなって思います。今からでもね、使えるのでぜひやってみてください。また違うね、秋メイクもやっていこうと思います。こちらの秋メイクもぜひやってみてください。ということで、今回はこんな感じの動画でした。最後まで見ていただきありがとうございます。それでは次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。